日向坂46、斉藤京子が、声優に初挑戦した時のエピソードを語る。休憩中にブースで、4日、テレビ朝日公式 YouTube チャンネル、動画、初めて見ました。二同局のバラエティ番組、キョコロヒーの未公開トークをアップ。人気アイドルグループ、日向坂46の斉藤京子がアフレコの裏話を語った、動画。一人でアフレコした斉藤が、声優に初挑戦の斉藤。今年9月22日に公開予定のアニメ映画、ミュータント・タートルズ、ミュータント・パニックに日本語吹き替え版キャストとして出演する斉藤。バル、アフレコは一人で行ったとのことで、アフレコ現場で一堂に会した時の声優さんがどこでご飯食べるか気になりませんか、すと疑問があるという。アフレコ現場で、そして、私、一人でめっちゃ食べながらアフレコしたんですよ、と言い、スタッフを笑わせた。話を聞いていたお笑いタレントヒコロヒーが、食べるシーンだった、と聞くと、全然違います、と返し、普通に休憩中にめっちゃ食べてた、と説明する。バル、今回声優に初挑戦だった斉藤は、皆さんがいらっしゃる場合ってどこで食べるんだろう、と気になったそう。斉藤、ダメなことはしてませんよ。これにヒコロヒーは、基本的にはブースでは食べへんのちゃう、と考える。しかし、ブースにありえないぐらいのパンがあって、と状況を伝えられると、じゃあ OK やったんかな、と自案。ブース内での食事を不思議がられた斉藤は、一応ダメなことはしてませんよ、ってことだけ言っておきます、と主張していた。バル、映画公開に期待、斉藤が出演する映画が話題になり、予告映像を見たら、予想以上にキョンコさんは上手くて、というかハマってて、びっくりしちゃいました。公開日が楽しみっす、といった期待の声や、ミュータント・タートルズも公開迫ったらコラボ迫ってほしい、わら、と要望のコメントも上がった。また、好きなんだよな、この雰囲気。未公開映像ありがとうございます。キョコロヒーチーム最高。など二人のトークへの反響も寄せられている。